こんにちは。5月の半ばになると例の通知が来るわけですけども、それはですね、自動車税でございます。日本全国一律に4月1日の時点で自動車持ってる方には届くんではなかろうかと思います。今回私3通いただきましたね。3通というとどれとどれとどれなんだろう。まずはこれですね。1件目、ナイト2000、10万と飛んで1200円でございます。ありがとうございます。この10万1200円、とてもですね、公共の福祉に役立つように使われてるとは思えませんけども、私が思わないだけで実際はためになってるんだと思います。で、ここに書いてますようにね、PayPay 払いが OK ってことなんで、念のために日曜日、スーパーポイントの日にやってみようかと思います。念のためにね、念のために。じゃあこれが1件。10万トンで1200円ですね。次なんですけども、次はね、2通入ってますね。ありがとうございます。こちらも、PayPay 払いが OK ということで、2通ですね。1台はベルファイア、もう1台はセルシオだと思います。あ、結構来てますね。どっちがどっちなんだろう。ベルファイアが66,700円でございます。66,700円。で、セルシオが、花の900円。87,900円ということで、どれもなかなかね、胸をえぐるような金額でございます。じゃあ、トランザムの金額と、ベルファイアの金額と、セルシオを足すと、計算した通り、26万円ぐらいになりますよ。うん。で、あと1枚。こういった紙に入ってきてるのが来てます。これがね、原付ですね。これはペイペイ払いが OK ではないような気がしますけども、一応、原付は2000円ということなんで、まあ26万ぐらい総額で払うことになると思います。まあでもね、言うてね、26万ぐらいなんですよ。年間で。車の所有台数をここまで増やしてもね、原付まで入れても。26万ってことは、これを12で割るとですね、だいたい2万円ぐらいですね。まあ、毎月2万円余計に払えるぐらいにビジネス頑張ればいいわけなんですよ。まあそこがね、っていう感じもいるじゃないですか。というのが、いろんなことをクリアした上で車を持って形なんでね。だけど、人生ってのはたった一回きりなんで、自分の思ったことを一つでも多く実現させるために使っていきたいなと思うんですよね。確かに難しいのは分かりますけども、難しいことに挑戦しよう。簡単なことはやってのけて。まあ、日曜日に実際PayPayで払ってみますから、ちょっと今日は以上で放送を終わりにさせてもらいます。自動車税、来たーみたいな感じで、こんな図にしておけばいいですかね。じゃあ皆さんも税金、遅滞なくお支払いをお願いします。